みともラジオ、あ、全部君のせいかも。この世界はまるで地獄だね。あ、全部君のせいだ。始まりました。みともラジオ、この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。どんな番組かと言いますとのもう誰もやっていない、そしてみともの仕事もね、セーブしちゃってるというね、あのノンスタイルの井上くんね、そんな人のあの話を聞いていこうと、そういう番組でございましてね。昨日ちらっとね、友達、あの、公式アカウントで追加されてたんですけど、朝にはね、夜見たらもう、なかったことにされてましたからね。大変ですよ、本当ね。昨日は何をしてたかと言いますと、何してましたか？いろいろ、年明けに、出る、流れるであろう、ものの、編集、修正をしておりましてね。まあ、やっと一段落して、やっと、パモンの書籍がね、入稿が終わりましたと連絡がありまして、今週中ぐらいには、もしくは来週頭ぐらいには、あれが、Amazon の方に並ぶんじゃないですかね。並ぶというか、情報が出ると思いますよ。ぜひね、予約なり、なんなり、していただければと思います。本当に、やっとです。で、長かった。そう。昼間あれだ、打ち合わせで、赤坂に行っておりましてね。TBS ですわ。逃げ恥で湧いておりましてね。僕は、あれですよ、ね。IQ2246 ですか？あっちの方が分けるんですけども、やっておりましたね。行ってきまして、あるお仕事をね、今、もっか、やっておるわけですけども、それも近日中になんとか形になるようね、頑張ってる。なかなかね、第1案で送ったのが反応が良くて、あ、よかったって感じなのでね、こちらもお楽しみにしていただけますね。そんなことをしておりましてね、おたかつは、あ、違うよ、さっき今日見て、マリチューがホープリを卒業脱退抜けるそうですよね。っていうか、お前どけよ、お前どけよ、ね。だから今後の方向性は、方向性というか、今後どうするのかね。事務所の契約もちょうど年末で切れて、どうするのかわからない。ね。今後ちょっと考えたい、みたいな本人の言葉が掲載されておりましたけどもね。どうなってしまうんでしょうか、とか言いながら僕はあんまり、マリチューにはね、マリチューには、マリチューには、じゃなくて、マリチューは、刺さらなかったんです。まあ、可愛いとは思うんですけども、ちょっとね、なんですかね、可愛すぎちゃって、これはちょっとダメだ。もうなんかね、こう、ちょ完璧すぎるんですよね、マリチューは。だからちょっと、なんかもう、両手を上げてね、わあ、もう、ただ見るしかない、みたいな感じなので、ね、応援していこう、みたいな感じにはならなかったんですけど、ね、それでも一度、チェキを取っていますから、一度です、だけですか、ね、どうするんでしょうかね、って感じですよね。まあ、そういうのがあるから、あんまりね、お熱を上げて、追っかけちゃうと、大変なことになりますから、ね。
きますかね。誰だ誰だ誰だ、空の彼方に白い翼のガッチャマン。あー、暇だ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 、どこかにアイドルの無線イベントはないものだろうか。ああ、ね、ありますよ。ね。タワレコとか行けばね、やってますよ、平日でも。はい。何でしたっけ？ん？何でしたかな？何かを言おうとしてたんですけど、忘れちゃいました。忘れちゃったからね。あ、思い出した思い出した。TVer でね、僕テレビが好きというものは、もう、なんだったら TVer が好きなのかもしれないね。TVer で、あれを見まして、世田谷ベースを見ましてね、所さんの歌特集で、僕所さんの歌が大好きでね、雪だるま、ね、雪だるまってまん丸いっていうね、所さんの歌があるんですよ。あれをいつですか、あれ初めて見たのは。小学校高学年か、所さんがね、おそらく、笑っていいともに出た時の、でやってたような記憶があるんですけども、記憶違いかもしれない。だから、小学校か、中学生ぐらいにそれを初めて聞いてね、いや、面白いなぁと、ずっと思ってたんですよね。で、その、まあ、500曲ぐらい、所さんの曲があるっつって、いろんな、なんか、たけしさんの番組に呼ばれて、コミックソング特集、BS かなんかの番組で、コミックソング特集だから、所を来いよって言われて、行ったっていう話をね、世田谷ベースで、やってまして。で、いろ、この曲やるかで、あの曲やるかで、みたいなことをずっとやってたんですけど、いやー、どれも面白いですね、っていうのを思ってて、ミートモラジオもね、世田谷ベースっぽくね、実はやってるつもりなんですよ。ね、誰が気づくんだっていうね。じゃあ行きますか。ね、誰だー。ね。あ、疲れちゃった。大輔さん、行きましょう。こんにちは。音がちっちゃいね。こっちを上げていい？ん？はい。ところで、大輔の野望は、野望、パンダの頭の上を素敵にする。うん、頭の上を素敵にする。どういうことなんですかね。素敵にしていただきました、もぐもぐ。どういうことなんですか、ま、お願いします。ね、次は、ハンティング作る予定なんです。帽子を作っていらっしゃるんですかね。そういうことですか。ねえ。はい、レストランのメニューに書いてあったら嬉しいことは、ね、ああ、大盛り無料おかわり自由、これはそうですね、弥生家ね、弥生家皆さん何杯食いますね、え、まあ、最近は3杯ですね。丼にしちゃうとね、ご飯おかわりできないから、弥生家ね、あ、定食にしなきゃいけない、だからカツ丼とか食えないですよね。弥生家最強ですよ。ご飯がうまい。あと、何ですか、五穀米とかにしちゃうとね、おかわりできませんから。ねえ、弥生県最強です。参考を、この写真をもらったんです。まあ、はいはいはい、はい。急いで急いで。なんだ、タレパンダ。あらららら、5年目、持たれてますって。タレパ、ちょっとコメント見ましょうか。外人だから何言ってかわかんねえな。ねえ。わら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 。わらわらわら。クール。ね。ざっとルックスライクイットビーマン。ざっとルックスライクイットイットドビーアン、ア、アン、ア、アドロ、わからない、わからない。ナイス。クールチェア、ナイス。ナイス。Thanks everyone ね。か、この日本が、日本の文化が好きなんですかね。おー、あ、これは、これは画像を拾ってきてやってんのかな？ねえ。CTV、どういうことですかね。なるほど、よくわかりませんが、好きな人についてしまった意地悪は
意地悪のつもりはないのですが、ね、大きな口を開けてあくびをしていると、口の中に指を入れたくなってしまう大なり小なり。通信エラーに読んだ気がするね。じゃあもう一個聞いてパトロール行きましょう。自分で自分を褒めてあげたいときは、正義に燃えている時かな。なるほど、正義ね。何をもってして正義とするかですよね。これはなかなか難しい問題ですよ。何をもって正義とするかですよね。ねー、何が正しい。ああ、大吉さん、花丸さん。ちなみに僕が自分で自分を褒めてあげたい時ってどんな時でしたっけ。なんだろうなぁ。我慢した時、我慢した時ね。いろんな、いろんな意味でね。人からも褒めてもらいたいです。我慢。我慢のできない人ですからね。よいしょ。じゃあ、誰か遊びに来ましたって。ね、今日誕生日のフレンドがいますってよ。ちょっと待ってね。誰が遊びに来たんだ。ね、誰だ誰だ誰だ、はるかだって。一個聞いて、誕生日の人がいるから、あ、はるかちゃんの話を聞いて。お構いなく。似てるよね。お構いなく。父は、で始まる私にとっていらないものは何、おぉ。なるほど。でしょうね。なるほど。いぎょーり。ね。なんで、なるみやくんはね、あの報道が出た時に、いぎょーりって言わなかったんすか、絶対受けるのに。いぎょーり、言えばよかったのに、ね。いぎょーりね。なぜ言わなかったのか。うるさい。聞くのやめよう。はい。これは、私が考えた質問なんですけど。何ですか？不本意なあだ名をつけられたことありますか？不本意なあだ名ありますよ。これ、そのまま、はい。はいはい。ね。前と同じですね。同じなんだ。意見はぶれないね。同じなんだね。いきなーし。ちょっと横になってきます。らしいね。はーい。じゃあ、フレンドリストで、今日誕生日のね、友達がいるそうですから、誰ですか？誰が誕生日ですか？あ、あれを飛ばしましょう。何でしたっけ？伝言を飛ばしましょう。よく知らない人でもね、勝手に飛ばしていきゃいいんですよ。ね、出会いに照れるなって、誰ですか？フロムよ、これね、ミートを見たところでね、わかんねえんだよな。何の人だろうってね。全然わかんない。なんか写真があるよ。絶対に笑わずにって書いてある。ちょっと待って。戻って。伝言飛ばしましょう。伝言を送る。こうしていこう。はい。わー、かわいい。行っちゃったー。ぽい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 。はい。伝言行きました。ね。はー、何にしたらいい？あ、誰か見ます？ゴーさん何か反応はないよね。ないよね。じゃあ、石田くん見ますか？ノンスタの。ん？答えがいくつ残ってか分かんないんだよね。上から順番に消していきたかったんだけど。まあ、いいか。石田くん見ましょうか。実は僕は万歳。以上。お大事にしています。うん。実は僕は万歳。なるほどね。はいはいはい。こう、新しい、そうだ、新しいね。井上兄さんも大事にしたってください。ね、下の方にあるんじゃないですか。ノンスタイル井上は事故したね。相方ってキャタリーですもんね。事故したね。好きだよね。ノンスタイルの漫才大好きです。ねえ。異性のどこが理解できないかっていうと、危険のバイオリズム。もっと見ましょう。ああいう意見をもっと拾っていきましょうね。え？ね。なるほど、なるほど。ね。さ、新しいコメントをね。それが面白い。面倒くさいですよ。わからん。ギョイ。なさそうですね。どれだけ与えることができたか。言われなき誹謗中傷を探す。ね。これが楽しい。どれだけ与えることができたか。ね。
与える、どれだけ当たることができたやったらね、これちょっと、問題発言でしたよ。ってそういうね、上げ足を取りに来るんだから、送って、まあまあ走るのが早い。ねえ、風評被害というかね、こう巻き込み事故ですよ、これこそ本当にね。そうなの。ねえ、言われなき誹謗中傷。俺は巻き込み事故ですよ。ねえ。俺のに遅いだろ。当て逃げですわ。ねえ。運動会で見ましたよ。ねえ。見ましたよ。ねえ。16時間前。あ、でもあまり、あれが反応がないね。でしょうね。アップルパイがいらないの？これはだいぶアンチの意見があるんじゃないですか？ね、美味しいじゃないですかね。信じられない。信じられないね。よしよしよし。美味しいのに。ね、美味しいのに。ね、相方と当て逃げだろ。当て逃げだろ。ね、相方はミートモからも逃げたのか。ね、美味しいのに。ミートモからも。答えるタイミングがね、事故後だったらね、当て逃げって答えてるでしょ、そら。ねえ、これはなかなかいいところ突っ込みますね。というね、言われなき巻き込み事故がありますから。なるほどね、当て逃げしない人。あ、違うね。そう書いておきましょうか。ね。僕の相方とかどうですかね。うん。ピッピー。ダメだよ、当て逃げしたから。あ、これ、うまいこと言ったね。キャッ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 。なんて性格の悪い人だね。ねえ。あ、めちゃくちゃ面白いじゃないの。何これ。ねえ。いやー、豊作。今日はもう大満足ですよ、おじさんね。じゃあ、行きましょう。ね。今日からね、もう、招きの曲も一曲でいいんじゃないかと思ったんですけど、やりましょうか。ね。ね。明日からしましょう。もうね、頭で、君わずらいか、タイムマシンか、ね。どっちかやって、ね。で、いいんじゃないですか？歌ってばっかりおるなって思っちゃってね。でもいいか、やろうか。未来の、これ、あれね。あー。未来の僕は元気ですか？ね、じゃあ今日は2枚いきましょう。ねコメント一言書いてください。チャンネル登録をしろ。ね。あと、これがね、パーカーと、
スウェットあります。あと、ラインスタンプとね、T シャツね、買ってください。あとは何ですか、来年本が出ますから、波紋の書籍が。そろそろ Amazon に上がると思いますのでね、検索していただけると嬉しいですね。そんなところですか。あとはメルマジンポートやっておりますし。ねえ、そんなところ、あー、ピピピピなるよ、はい。ね。そんなところですか。ね。アーディオ、あ、違うよ。当て逃げするなよ。締め切り守るよ。猫撫でろよ。歯磨いてか。猫撫でるよ。当て逃げするなよ。ね。ね。アーディオース。